2026年に行われるアジア競技大会では愛知県弥富市に移転予定で現在名古屋市港区にある名古屋競馬場に選手村が設置されます大会後の選手村の跡地には複数の施設が建設される計画でこのうち校舎の移転を予定していた中村区の同法大学が移転を取りやめる意向を固めたということです選手村跡地に 場外馬券売り場が設置されることに対し、大学の運営団体から難色を示す意見が出たためで、再開発事業を主導する中部電力は、代替案の検討を進めるとしています。